コンスタンティアダム・チャルトリスキは、ポーランド・リトアニアの貴族、公家、軍人、美術品収集家。ポーランドの無冠の王と称されたアダム・イエジ・チャルトリスキ、皇の弟。ポーランドの海明破棄族層の指導者だったアダム・カジミエシュ・チャルトリスキ皇と、その妻のイザベラ・フレミング・伯爵夫人の間に、次男として生まれた。共和国の崩壊後、 女帝エカチェリーナ2世によりアニ・アダムと一緒にロシア帝国の首都サンクトペテルブルクに呼び寄せられ、このエレン隊の士官とされた。また、女帝の孫息子コンスタンチン・パブロビチ大公の副官に任じられた。ワルシャワ公国時代は1809年にポーランド軍に一個連隊を組織して参加し、連隊長として活躍した。ナポレオン皇帝による1812年。 ロシア戦役では、モスクワ入場に際して、先行を立て、表彰された。ウィーン会議後の1815年に、ポーランド会議王国の陸軍巡将に任じられた。1816年、コンスタンティは短期間ながら、サンクトペテルブルクに戻り、皇帝アレクサンドル一世の最高副官を務めたが、すぐに公的生活から引退してしまった。 11月放棄前夜の1828年、オーストリア帝国の首都ウィーンに移り住み、母親と同じく美術品の収集に情熱を傾けた。1832年、同市の18区の外れのバインハウス地区の屋敷数軒を購入し、新しく改装した邸宅をチャルトリス・キッシュレッセルと名付けた。広大な屋敷を購入したことで、 コンスタンティの美術品収集はさらに勢いを増した。1802年にアニエラ・ラジビウ公女と結婚し、マニ長男を設けた。1810年にマリア・ジェルジャノフスカと再婚し、三男カズメを設けた。死後、チャルトリスキシュレッセルを相続したのは四男で、末息子の家児、コンスタンティ・チャルトリスキであった。また、 次男はアレクサンデル・ロムアルト・チャルトリスキの妻マルツェリーナ、チャルトリスカは、ショパンの文化生で巧妙なピアニストだった。メイヤーズ・コンバーセションズ・レキシーコン、5、アウフラーゲ、4、バンド、ビブリア・グラフィス・チャス・アンスティチュー、ライプチヒュント・ウィーン1895、S458。ありがとうございます。